活さんの伊豆旅行も2日目になります。2日目は娘たちが希望した場所を訪れます。これまでに沼津港でクルーズランチを楽しみ、沼津港深海水族館、そして宿泊地は熱川オーシャンリゾートでした。新年明けましておめでとうございます。まもなく初日の出が拝めます。今年もカツサンダガネをよろしくお願いいたします。こちらがワンコと泊まれる熱川オーシャンリゾート、ドッグランもあります。またお前またへっぴり腰でそろそろチェックアウトの時刻が近づいてきています。今回訪れたのは伊豆テディベアミュージアム。ここは小型のワンコは抱っこして入館できるんですよ。こちらを楽しんでいきたいと思います。長く愛され続けるテディベアたちが私たちを待っています。早速テディベアに会いに行ってみましょう。ここから先は有料エリアになっています。 Welcome to our Eastern Teddy Bear Museum. We're so happy that you've decided to come to our home. All the cubs are inside waiting for you. 今回訪れた時、2階の展示場では隣のトトロぬいぐるみ展パート3が開かれていました。このジブリの世界観を味わうことができるんです。窓の外にトトロがいるようです。外から見るとこんな感じ。近年愛知県名古屋市の方でジブリパークが話題となっていますが、こちらも負けてはいませんよ。1階ではさまざまなテディベアが展示されています。どれも貴重なものばかり。この場所を日本におけるテディベアの故郷にしようという熱い思いでこのミュージアムを立ち上げたそうです。大きなぬいぐるみが出迎えてくれています。1995年にオープンしたここは国内外のさまざまなコレクションが展示されています。中には小さなテディベアたちがダンスしています。テディベア専門の博物館となっています。ドラマティックな世界観を描き出しています。展示物一つ一つで足を止めてじっくり見入ってしまいます。工夫が凝らされています。2階の方に行ってみたいと思います。この階段を上るとトトロの世界が待っています。あちらこちらにさまざまな工夫が凝らされています。ジブリ好きならぜひ訪れたい場所ではないですか。ここでは隣のトトロの各名場面をぬいぐるみで再現された展示がたくさんあります。一つ一つの場面を思い出すことができます。これはね、隣のトトロ見たことある人なら絶対ハイテンション上がること間違いなしですよ。展示物ばかりに目が行きがちですが、あちらこちらに工夫が凝らされています。中央には大きなトトロが、すっげーでっけー、猫バスです。どうですか、見ていると様々な場面が思い出されるんじゃないですか。ボタンを押す装置がありました。トトロが寝てるよ。聞こえにくいんですが、いびきも聞こえています。
こんなスペースにも展示物があります。うわー、2階の展示スペースから隣の塔へと続く道にはテディベアの神社がありました。ここを通っていくと新館の方に渡っていけます。今日は1月1日ですから、これが私たちの初詣になってしまうようです。ご利益あるのかな。こちらでお参りをしていきたいと思います。では行きますよ。あー、ご神体が隠れてく。気を取り直してもう一度願掛けをします。すると、さっきのご神体は、あ、来た。ってやつでしょ。やめてよ。なんで、なんで。難しい。こちらのカフェで休憩をしていきたいと思います。おしゃれなテラスでいただきます。見て見てこれ、かわいい。こんなものも注文してみました。結構ボリュームあるみたい。崩したらこんな顔になっちゃった。さて本日は自宅の方に帰っていかなければなりません。正面には大室山が見えています。帰路の途中、富士山も拝むことができました。この頃家族の多くは夢の中にありました。高速道路です。右手に観覧車が見えています。見とれてしまうと危ないですよ。夕暮れが近づいています。夕食はこちらでいただきます。これこれ、この味、味噌カツヤバトンです。このフレーズ分かる人には分かるかな。